トゥーワンオオペレーターさん。そんなオペレーターモデルがどうして。確認、オペレーター210、先の降下作戦時に本人希望により E 型に装備転換、21リードして戦線に投入され、4時間後に消息不明の記録。そんな。
大丈夫、大丈夫。今殺すから。優しい人に、優しい人になってほしいと 2B は言っていたぞ。お前か、お前が 2B の言葉を語るな。
ボディユニットチェック完了。メモリーユニットチェック完了。メンテナンスモード終了。ヨルハキ隊 9S 起動。おはようございます、 9S。 僕は敵大型ユニット内部での戦闘時にユニット構造物が崩落、落下したヨルハキ隊 9S はダメージを受けたため緊急サスペンドモードに移行。墜落地点付近は危険と判断し現時点まで搬送。現段階で全てのチェック及び再起動を完了。オペレーターさん、遭遇したモデル210は死亡。ブラックボックス信号も停止。そう、現状報告。塔にアクセスするための認証キーを入手。のアクセス認証キーの入手を確認。塔の調査が可能な状態。わかった。来ると思っていたよ。ここは私たちが何とかする。君は塔への扉を開いて。デボル、ポポル、どうしてここに。約束しただろ。あ、何言ってる。ナイエス、今のうちにハッキングして。わけがわからない。詳しいことは
塔に入ってから説明するから。私たちが犯した罪を償うんだ。